はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、2021年の7月1日木曜日です。今日はですね、急遽朝にですね、クラブマウスビートのねスニークがありますよっていうことがね公開されたので、大雨だったんですけれども、先ほどですねディズニーランドに行ってました。クラブマウスビートのね映像とかまた別の日に投稿するんですが、今日は今からディズニーリゾートラインに行きたいと思います。今日からですねクラブマウスビートのグッズとかも出ているんですが、それもねまた別動画で投稿してるんですけれども、今日はですねこのリゾートラインのフリー切符を買いに行きたいと思います。今日からですねイベント限定のですねフリー切符も登場しているということで、楽しみですね。はい、こちらですね、期間限定デザインフリー切符、クラブマウスビートのやつです。期間ってわけじゃなくて売り切れ次第終了だそうですね。皆さんお気をつけください。はい、こちらです。このフリーキップの周りのねこのデザインもぜひね見てください。では買ってみましょう。はい、買ってきました。こんな感じです。正真正銘のね今日のやつですね。いや、めちゃくちゃ可愛らしい。先ほどですね、一応スニークね、初日当たりましてですね、無事ショーベースで見ることができたんですけれども、めちゃくちゃかっこよかったです。それのね、記念すべき初日のフリー切符なのでね、もうこれは記念に取っときたいと思います。でもね、本当久々のね、ショーベースのイベントなんでよかったです。ね、徐々にね、昔のパークに戻りつつありますね。このデザインもめちゃくちゃいいですね。ほんとクラブっぽい感じ。はい、ということで、本日からですね、販売されましたフリー切符のご紹介でした。ぜひ皆さんも買ってみてください。はい、ということで終わりにしたいと思います。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。